しばし率いる輝く鎧武者加工中堅三条しばとを制圧し、蜀を鎮める。まずは城を包囲せよ。蜀に影響はなしだ。攻めまくるぜ。この俺が相手だ。次の策を講じねばな。道場か。敵も馬鹿ではないな。東砦を制圧せよ。勝者を建造し、門を打ち破るのだ。身をもって知るがいい。してくれないかな。ダメなら俺が止めちゃうよ。やはり邪魔が入ったな。速やかに排除せよ。私を差し置いて目立つとはいい度胸だ。心情なのよ。ということで、さよなら。敵将、討ち取ったぜ。
邪魔者は消した。いざ勝者で門を打ち破るのだ。のために戦っているのか、私一人仲間外れにしないでほしい。どうして龍禅様が出てきてしまうんだ。龍禅様どうしちゃったの。こんな話じゃなかったと思うけど。のこのこと龍禅が出てくるとはな。暗愚な皇帝を持つ蜀の民不憫よ。奴を撃てばこの戦は終わる。皆突撃せよ。
私がお前の相手だ。この手試させてもらうとしてくれ。分身の娘として当たって砕けます。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。死ぬつもりはない。撤退する。撃勝撃ち取ったぜ。その勢い誰にも止められますまい。この炎で侵略者どもを焼き尽くす。この強迫薬反撃される敵は全て倒す。これで諸君は義に下った。残るは孫悟のみ。